こんにちは、パーディクです。今日は J2 の FC 琉球で10月までプレーしていた、清水慎太郎選手と、動画を撮っていきたいと思うので、来てくださいだね。すごいじゃん、入り方。トップがないよ、もう。ってことで、今日は、10月まで FC 琉球でフォワードとして活躍していた、清水慎太郎と動画を撮っていきたいと思います。主にヘディングで、今年も6得点6得中点6得点中5得点ぐらいヘディングで取っていて、身長僕と対して変わらないんですけど、意外とねヘディング強くて、今年もいっぱい点取ってたので、ヘディングについてどういう風にヘディングをしているのかとか、どういう立ち位置でヘディングしているのかとか、手の使い方とかジャンプの仕方とか、ヘディングのレクチャーを受けたいと思うので、ぜひ見てください。せーのでバンだから、よっせーのリーダーのダメなところを指摘しよう。のセンタリングが来た時のヘディングのコツ、一つ目、とりあえず相手より先に触る、相手より先に触る、一つ目、相手より先に触る、でそれの中に組み込まれてるのがその相手を飛ばせない、相手を飛ばせないよ。まあ俺の場合身長175でこんな上背もなくて、うん、でなおかつ屈強なセンターバックを相手に戦うわけなので、まずは相手に飛ばせないことが一番で、その上に乗っかるっていうことは常にしよう。ああ、なるほどね。で今の一つ目聞いた感じだと、慎太郎が身長165cm、 175cm で、でセンターバックって実際その J リーグとかだと多分180とか185とかがザラだもんね。で、まあ、それこそジャンプも高いしヘディングも強い、その選手に10センチぐらい身長差がある上で勝つのに、まずは相手より先に触る、相手を飛ばせないセンターバックの選手をってところを、まず一つ目をそこをちょっと実践しながらやってください。わかりました。わかりました。クロッサーになんか伝えてるポイントっていうのは、なんだろう、相手に乗りたいから大体この辺にもうボールを上げてくれる、だからこいつがジャンプしてギリギリ届くか届かないかぐらいのところに上げてくれるみたいな、アバウトなボール、
だから結構こう失速とかして、この辺とかでボールが勢い弱まっちゃうと勝てる。そういうことね。だからちょっとでかいかなぐらいの伸びてくればこっからズドン行くよと。そう。あ、なるほど。じゃあそれ一回ちょっとボール投げてもらって、ここら辺にボール投げてもらってイメージ。え、俺これ行っていい？え、マジ頭ヘディングとかやめてよ。救急車。いいよ。ここら辺ね。どこ怖っ。てか今実際前でヘディングしたいの。本当は今のでもいいけど、今のはボールに合わせてってなると相手に乗れないから、相手が絶対今、はい、これだと低い。これだと後ろからこう手かけて飛ばせないようにしても弾かれることが多い。でもさっきここにめっちゃ多分肘かなんか入ったから、ここに乗ってんだよ。痛かった。基本的になんかここでこうやって、ああなるほどね、飛ぶみたいな。ここを使って乗ってるってことだ。だからいつもこうなんかこう行くじゃん、ジャンプするときそのタイミングを見て。あ、そういうことね。意味分かってきたわ。この状態でそうだね、こうね、投げたボールにこう行こうとした瞬間にここで多分乗ってるってことでしょ。そうだからこっちはこの勢いもあるから、この勢いでもう一回上がるから、ここで抑えられるからこっちもジャンプできないけど、こっちこう伸びるから、この時のバウンドでさらに高くなるみたいな。で、相手飛ばないっていうイメージだ。なるほど。だからなんか結構ジャンプ力高いみたいな感じ言われますけど、言われますけど、実際はそんなことはない。ここでも、そのボール蹴る前にある程度こう駆け引きがあって、こう一歩踏んだら相手ちょっと下がる。絶対。あ、こう行った時にビクッと。そう。で、こっちもボール見ないといけないから、関節視野でニャー走るふりして、で、ちょっとこう間隔上げて乗れるぐらいのスペースは空ける。あ、なるほどね。じゃあ慎太郎もオフェンスで今こう一歩踏み出した瞬間にこうあっちも見ながらこうなるから、こうなった時にここでこうガーンって組んだ。なるほどね。うわなるほどね。ここでかぶるのが一番ダメなけど、こうフェイントかけられたら前に行くからちょっとさ、かぶるよ。あー無理だ。うわセンタリング上げてる人いいわ。いいね。いいボールやってた。おわナイスディフェンス。キレッティにいたんじゃない。あ、それいけんだ。結構ここの差なんだな。で今さ、ちょっとポンポンした。押したね。あれ嫌じゃん。嫌だ。いや、それも飛べなくなるでしょ。1個目は、まあ、ざっくり言うと、今の聞いてもらったら分かるけど、飛ばせない。相手をちょっと押したり乗ったりして飛ばせない。ディフェンスに何もさせないで、まあ、あと前にフェイントとかかけたりしてディフェンスにやらせないようにして自分が勝つ、ね、それが1個目で、2個目聞きたいのがジャンプ。一番自分が自信持ってジャンプできるジャンプの仕方がどれなのか。だからなんか片足ジャンプする人もいれば、多分バレー選手みたいにこう両足パターンジャンプする人とかいろいろこういると思うんだけど、なんかちょっと離れたところでヘディングするときは両足ジャンプの方がバチッて。あ、でも難しいのか、やっぱゴール取るのに両足片足どっちがいいっていうのは場面による。場面、それでいこう。2つ目はヘディング片足でするか両足でするかは結果的にどれが一番いいとかじゃなく、まあ、ゴールが取れればいいってことで、まあ、その人がしやすいような形プラスその場面に応じて変えるだね。3つ目は回転によってヘディングの種類を分ける。じゃあ右サイドから来た時に、はい、右サイドから来て突破してそのまま上げてもらう時はだいたいこう、そうだな、自分に向かってくるボールっていう、こっちでヘディングするとしてね。で右サイドがあっちにいてこう来て上げる時はカーブかけて上がるからこういう、そうだな、大体こういう回転がかかって、これをこっちに持っていくってニヤニヤ、なかなか難しくて、あ、こういう回転がかかったら基本的にこっちに、ああ流すってことね。そう、こっちにゾーン返すんじゃなくこっちにこう行く、そう、あ、反らすイメージだ。そうそうそう、ピン巻きだと結構難しくて、それこそちょっと触るイメージなんだけど、だからそのゴールキックのバックヘッドするような感覚と似てて、
こっちを触るか触らないかぐらい。触ってコースを変えるぐらいってこと。じゃあ逆にニアにズドン打つときはストレート系ってこと。そうだね。こうじゃあこう上げるよりこうこうまっすぐスッっていうボールを上げられたときに正面でこう綺麗な感じで返ってきたらそのままこう返すイメージだ。いつその判断をしてんの、こうニアに打とうファーに打とうっていう。ギリギリまで迷う。でボールも見てたまに余裕あるとキーパーも見えるから迷うときは狙ってんだ。じゃあどこに打つか。俺とかこう上がってきたら枠に行けばいいだから、なんかこっち狙うとかこっち狙うとかじゃないもん。身長多分175センチでこんだけヘディングで決める人ってなかなかいないから、ヘディングは本当 J リーグ1強いって言っても本当に過言じゃないと思うから、まあ、それその慎太郎にねいっぱいね話聞けて、なんかヘディングのコツが分かった気がするし。ヘディングめちゃくちゃ強かったし、中澤さんはやっぱ強かったね。なんか土俵に立てなかった、うまかったね。アルディージャン的にやってるってことか。そうこうなんか前に入ってもちょっとポンって押されたり、あさっきみたいな感じ。そうで体つけられても体強いし、逆にだからなんかめっちゃセンターバックとかでヘディングとかに自信ある人の方がやりやすい。ボール来る前の駆け引きなんじゃない、やっぱり。それはすごい勉強になった。ボールキックの時とかも多分経験がやっぱあるから、飛ばせないとか、絶対勝つには相手を多分あの人も思ってるのは飛ばせないようにしようとか、立ち位置で勝とうとか、多分そういうので勝負してきてるから、やっぱベテラン組の方がこう分かってくるっていうか、うん、言ってたもんね、高3でこう J リーグ行くってなった時に、この違う、あるじゃないけど、違うチーム練習参加した時とかも、飛ばしてくれなくて勝てなかったみたいなね。そう高3の時に慎太郎とやったことあるんですけど、本当にヘディング強くて、こんな強いやついるって思うぐらい強かったけど、それでも J リーグ行ったら通用しなかったんですよ、最初は。強くなかった。本当にだからさっき言ってた、本当に飛ばせないとか、そういうちょっと押すとか、乗るとか、そういうのが本当に大事だし、うん、まあ、最初の、多分落下地点に入る時点から大事ってことだよね。石までヘディングしてた。確かに。投げられる。小学校の時にあんだけヘディングしてたからやっぱ強い。ヘディングが強いっていうか、まあ突っ込む。うん、気持ちでしょ、だからそれは。てかさ、小学校の時落下地点っていうか気持ちでしょ。気持ち。だってってことで、ね。じゃあ、ヘディングについて、いろいろ聞けたので、セントリングの時のヘディングの仕方とか、まあ今あったその、誰が強かったとか、そういういろいろ話も聞けたので、今日の動画はね、これぐらいにして、この動画が良かったと思ったら、高評価。チャンネル登録。おお、よく知ってんじゃん。はい。はい、見てます。あと。グッドボタン。それ高評価。よろしくお願いします。それ高評価。高評価、チャンネル登録だけだって。せーの、バン。あ、ボールに反応するんだもん。そうだよ。1球だよ。今1だよ。1? 1? 何でもいい。なんでなんでなんで。